ベストウイスキーラバー女優の水木ありささんです。ウイスキーが似合う女性になったんだなと思ってとても感動しております。私はとてもお酒が好きなので、今後ウイスキーの、味や香りを、ますます楽しんでいきたいなと思います。ありがとうございます。そうですね、まあ、幼い時から感じているんですけど、なんかすごくこう、落ち着いた女性って言いますか、一人でお酒を飲んでいるのが似合いそうな、そんな女性の印象があります。はい、たまにありますね。はい、私は友達でお酒を、まあ、飲んで語り合ったりするっていうことが多いんですけども、たまにお仕事が終わってほっとした時なんかは割と一人でしっぽりと飲むっていうこともあります。はい、今年もなんかあっという間に終わってしまうっていう印象なんですけど、バラエティの MC を今年から始めさせていただいて、それがとても今は新鮮な出来事ですね。あと私辰年で、はい、今年辰年だったので、なんかすごくきっと今年はいいはずだって辰年を迎えた時に勝手に思っていて、その通りなんか今年は上り流っていうか上っていけたような、そんな1年になったんじゃないかなと思ってます。はい、さあそれではウイスキーヒルズ2012オープニングを祝しまして、乾杯。乾杯。はい、とても美味しいですし、とても綺麗です。綺麗ですよね。はい、イルミネーションに囲まれてるっていう感じで、ええ、とてもテンションが上がります。本当ですね、ウイスキーの中に入っているかのようで素敵でした。そうです ね、はい、クリスマスもこれからありますのでね、多分たくさんのお客様がご来場なさるんじゃないかと思いますけども、はい、はい、どうもありがとうございました。